また新しい Chromebook が到着しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらです。Asus の Chromebook CX3402CB です。今日紹介するのはですね、すっかりね、最近話題にならなくなった Chromebook Plus ですね。私のチャンネルでは Chromebook Plus の 話はね、まあ、何回かしているんですけれども、実際にクロームブックプラスとして販売された端末を紹介するのは今回が初めてになります。まあ、既存の端末でね、6台ほど私が持っているクロームブッククロームブックプラス対応ということで、まあ、アップデートでね、c h r o m e b o o になったんですけども、これはですね、クロームブックプラスとして販売された、まあ、最初のね、クロームブックの、まあ、何台かね、発表されたんですけども、その1台になります。 ここにちゃんとね、ロゴがクロームブックプラスという風になってますんで、まあこのロゴを見るのもまあ初めてですね。実物を見るのは初めてです。それではね、スペック見ていきましょうか。それではですね、箱にスペック書かれていますので確認をしていきましょう。品番は CX3402CB という品番ですね。で、これ白い端末なんですけど、パールホワイトって書いてますね。ディスプレイは14インチのフル HD です。 で、肝心な CPU ですね。インテルのコア i3 の 1215U ですかね。まあ、クロー o ブックプラスは12世代のまあコア i3 以上ですかね。の CPU ということなんで、これにしっかりと対応しています。SSD も2ゴロですね。これも12%以上ということなんで、ちゃんとクリアしています。まあ、もちろんですね。これクロー o ブックプラスとして正式に販売している端末なんで、その要件はクリアをしているわけですけれども、まあ、一応メモリーは8イトです。 それではね、同梱品を確認していきたいと思いますけど、すいません、最初に言うの忘れちゃいましたけど、そもそもこの端末は日本で、まあ、私が今撮影している段階では発売をしていません。というか、Chromebook Plus 自体が日本で発売されるという話は今、 このね、さ、あの、撮影している段階ではまだないんですよね。ただ私が紹介するとおよそね、その後日本で売ったりするので、もしかしたら販売されるかもしれません。ということで、これは、えっ、ー、と、アマゾンでね、アメリカのアマゾンで購入をしましたので、まあ、あんまりその同梱品についても参考にはならないかもしれませんが、まあ、一応書類関係ですね。説明書、保証書関係に、えー、充電器です。一応これは4 5トの充電器ですね。まあ、これはいつもついてるやつと一緒ですね。 それではね、早速本体の方を見ていきたいと思います。えっ、ー、と、ま、14インチということなんで、サイズ的には、まあまあ持ち歩けるサイズかなと思います。ただ、アイスースのね、クロンブックって重たい端末が多くてですね、これもね、 ちょっと重たいですね。14インチにしては、決して軽くはないという感じです。まあ、代わりといってはなんですが、まあ、ミル規格に対応しているということで、まあ、クローンブックね、ミル規格に対応している端末は非常に多いんですけども、やっぱりその、あんまりこう、軽量なね、えー、端末が少ないというのが、まあ、ちょっとクローンブック全体の弱点かなと言います。だからこれも14インチで持ち歩けるけれども、ちょっと重たいなというところです。で、重量の方はですね、1.48ということなので、 まあ思ったよりは重くないなっていう感じですね。数字的に見ると。ただ持ってみると、やっぱり厚みがあるせいかね、少し重く感じます。本体の色は白ですね。まあなんか黒い色もあるみたいですけど、実際どこで売ってるのかわかりませんので、まあ皆さんが手に入れやすいのはおそらく白じゃないかなと思います。で、これね。 ちょっとね、今までね、あの、私もクローンブック、白いクロンブックね、えー、4台ぐらい持ってますが、それらと若干質感が違ってですね、これね、ちょっとカメラでわかるかわかりませんが、わかりますなんかちょっと石みたいになってるんですよ。あの、墓石みたいなね。なんかこう、少しね、真っ白じゃなくて、模様が入ってるっていうかね、グレーっぽい模様が入っていて、やっぱりこう、 石っぽい感じになってるんですね。まあ、離れてみれば白なんですが、近くで見ると少し、まあ、模様が入ってるようなデザインになってます。非常に変わってますね。でこれがですね、今回私も初めて見る本物の Chromebook Plus の、まあ、ロゴですね。なんかあの、Chrome のアイコンみたいなものはなくなってるんですね。Chromebook Plus ということで、アルファベットで、まあ、書かれていますけども、さらにプラスはちょっと太いんですね。 それではですね、インターフェース関係見ていきましょう。まずは3号のイヤホンジャックですね。USB のタイプ A の3.2、Gen1 が2つです。あと隣に HDMI の、ね、端子がありますね。あと USB のタイプ C3.2 の Gen2 ですね。 逆サイドはですね、こちらは USB の Type-C 3.2 Gen2 が一つということですけれども、まあ、両側に Type-C もあるし、Type-A も二つあるし、HDMI もあるということで、まあ、この辺のインターフェース関係は結構充実していると思います。 こちらの端末はクラムシェルですね。フリップ型ではありません。だからヒンジの部分が少しね、スッキリとしています。で、ファンの穴がありますけれども、まあ、この辺のですね、えっ、ー、とか、あの、ヒンジの部分も含めてちゃんと白色になってますんで、まあ結構ね、か かっこいいですね。かっこいいし、まあこれプラスチックなんですけども、なんか悪くないですね。この若干模様が入っているのもなかなか素敵で、個人的には気に入りましたね。そこはこういう感じです。まあここがおそらくスピーカーなんでしょうね。だから下からね、音が出るタイプですね。キーボードはね、こんな感じです。まあ当然ですね、US キーボードということになります。A スースの端末なんで日本では発売される可能性結構あるんじゃないかなと思いますけど、 まあやっぱり日本語キーボードになるんでしょうね。まあしっかり対応してくれるといえば対応してくれるんですが、別に US キーボードでもいいかなって最近思い始めています。で、このトラックパッド結構大きめですね。で、滑りも悪くないので、そうですね。エイサーの方がやっぱね、トラックパッドは個人的にはね、私も何台もエイスとエイサーで端末触ってますけど、まあ、なんとなくトラックパッドはエイサーの方がいいかなと思います。ただサイズは結構大きいですね。 一応5.7インチということで、サイズ的には十分かなと思います。で、こちら側もね、白くなってるんですが、これも、ね、少し模様が入ってるんですよ。真っ白じゃなくて、うっすらその石みたいなね、模様が入ってるということで、この辺もね、デザイン的に統一感があって非常にいいですね。で、こちらの端末ね、ミル規格に対応しているんですけれども、私はですね、ミル規格に対応してるって、基本的にその衝撃、あの、落としたりするときの、 ま、耐久性っていうことかなと思ったんですが、一応このね、端末の販売ページを見ると、まあ、もちろんね、その落下のテストとかしてますよっていうことなんですけど、それ以外にも高温テストとか低温テスト、あと凍結テストとか、あと熱ですね、熱衝撃試験とかね、湿度、あと高度、振動、砂と誇りテスト、だから防、防人ってことですかね、あとショックテスト、 あと、線上振動試験とかですね、爆発性なんとか試験とかですね、結構ですね、いろんな、見る企画っていろんなね、あの、試験項目があると思うんですけれども、まあ特にこう全部はね、みんなやってないと思うんですが、これは割とね、そういったところにも、 対応しているらしいので、まあ見る企画は見る企画なんですが、まあそういった部分で耐久性も非常にあるということで、まあ、やっぱりね、気軽なく使うっていう部分では重量にはね、どうしてもトレードオフになってますけども、まあ見る企画に対応しているっていうのはクローンブックの一つのいいところかもしれないですね。それではですね、とりあえずね、初期のセットアップしたいと思いますけど、クロームブックプラスだと、 ま、なんか、その初期のセットアップ変わるかなというところで、せっかくなんで動画撮りながらね、セットアップしたいと思います。まあ、変わらないかもしれないんですけど、とりあえず電源を刺しますね。じゃあ、電源を刺します。これでね、起動すると思います。ん起動しないですね。なんか、Chromebook って電源刺すと勝手に起動するイメージがあるんですが、じゃあ電源ン押してみるえおい おいえっ、ー、と、起動しませんね。<laughs> お、マジかよ。ちょっと待って。この電源があれかな ?20W かな ?20W の電源だとダメなのかなちょっとちゃんとしたね、45W 以上の充電器を挿してみましょうか。こっちはね、た、え、ぶ、ー、ん 100W の PD なんで、これはいけると思います。はい。それではちょっとね、心配になってきた。ブスッと刺しますね。あ、来た あ、そういうこと電源させばいいって話じゃないんだ。ちゃんと、まあ、45W だったら 45W 近いものじゃないと。やっぱ 20W だと Chromebook って、あれなんですね。起動しないんですね。はい。Chromebook 来ました。それではですね、Chromebook のですね、えー、セットアップ画面出てきましたね。 ま、特に変わりはないのかなただちょっとなんか最初、ブートアニメーションみたいなブワーっていう感じのね、ちょっとかっこいい感じのアニメーションありましたけど、まあ、一応でもここに Chromebook Plus というふうに書かれています。それではセットアップしていきましょうか。日本語ですね。あれ日本語にならない。これを押して、これで日本語か。J。日本語で US キーボード。OK。それでは早速ですね、セットアップの方を終了しました。本当にね、 5分もかからないぐらいでセットアップ終了しました。で、まずですね、これディスプレイの解像度フル HD ですね。逆に言うと最近ね、当たり前になりつつある16対10のディスプレイではありません。これちょっと残念かもしれない。まあでも横長でスタイリッシュに見えるかもしれない。まあこの辺はね、えー、好みにもよるかなと思いますけど、でもやっぱ16対10のがまあ使いやすいかなと思います。まあ動画見たりするとね、動画見たりする人は 全画面でね、見る人は、ま、16対19の方がいいかもしれませんが、えー、そこはちょっと残念かなというところです。で、あとこれね、タッチにしたいようですね。まあ、もちろんこれは私は今回は、あの、ちゃんと下調べして買ってるんで、知ってたんですけども、ただタッチに対応しているモデルもあるみたいですね。これアマゾンで399ドル。日本円でだから6万円ぐらいですかね。えー、このモデルについてはおそらくタッチにしたいようということですね。 で、ディスプレイそのものはノングレアですね。まあ、これは私はいつもノングレアが大好きなんで、まあ、これがすごくいいかなと思います。で、まあ、クラムシェルなんで、まあ、タッチに対応してなくてもいいかなと。もちろんフリップ型だったら絶対対応してますけど、ま、あクラムシェル型なんでタッチは非対応といったところでしょう。で、キーボードはですね、まあ、一応 US キーボードなんで参考にはなりませんが、こういう感じですね。でも非常にアルファベットだけですっきりをしてるんで、まあ、見た目のデザインとしては US キーボードって結構かっこいいかなと思います。 で、あとね、あの、配置に無理がないので、まあ、慣れれば割と打ちやすいかなと思います。ただ日本だとやっぱなかなか売りづらいんでしょうね。ただですね、このね、端末の一つの弱点は、これね、キーボードのバックライトに対応してるんですけど、やっぱりこのキーそのものが薄い色じゃないですか。これどういうことかっていうと、バックライトがつくとね、めちゃくちゃ見づらいんですよ。いきますよ、せーの、ドーン。はい、わかります。 G 見えなくなっちゃったでしょアルファベット見えなくなっちゃったと思うんですけども、光ると、やっぱこのキーボードの色が明るいんで、これが例えば黒とかだったらね、逆に光るとわかりやすいのかもしれませんが、グレーな、グレーなので、見えなくなっちゃうんですね。 ちょっと上から見てみましょうか。上から見てもちょっとやっぱ分かりづらいということですね。ただ実際は真上から見るってことないじゃないですか。えー、実際打つときってこういう斜めに見るんで、斜めに見るとまたより分かりづらいということで、これはちょっと使いづらさあるかなという感じはします。まあもちろんですね、バックライトは消せるので、まあこれで消せばね、消せばなんか黒っぽくなってるんで、まあ見やすいかなと思いますんで、まあ消して使った方がいいかなっていう気もします。 それではね、クロームブックの気になる更新期限。まあ最近は気にもならないかもしれませんが、すごくね、長くなりましたんで、この端末は新しい端末ということもありまして、2032年の6月までということなんで、まあ性能もそれなりに高いし、まあ更新期限もね、たっぷり残っていますので、まあこの辺は安心ですね。それでは、オクタンベンチマークやってみました。スコアの方は8万3000点ということで、 まあ、十分な性能が出ていますね。まあ、最近ね、クローンブックプラスは本当に2倍早いのかというね、動画、あの、上げてますけれども、まあ、確かにね、このスコアを見ると、で、これ一番ね、クローンブックプラスの中ではおそらく一番安い端末だと思うんですけど、まあ、それでもこれだけのスコアが出るっていうことになると、まあ、確かに2022年で最も売れた端末って言えば、比較的性能が低い端末だと思いますんで、まあ、そういった端末に比べれば、まあ、ざっくりね、2倍以上の性能、2倍以上のスピードっていうのは、 まあ十分あり得るかなと思います。それでは同じくブラウザのベンチマークね、スピードメーターやってみました。こちらも289点ということで非常にね、まあいいスコアが出ています。まあだからブラウザでね、クラウドサービスを使ったりするにはもうめちゃくちゃ快適と言ったところでしょう。それでは次はですね、これもうちのチャンネルではよくやっています、ウェブ GL のね、ベンチマークです。えー、魚5000匹で え、フレームレートが60フレーム出てれば結構性能がいいですよと言われています。これブラウザでできますし、スマートフォンでもできますんで、皆さんね、お手持ちのスマートフォン、タブレット、PC でやってみれば、だいたい自分のね、えー、デバイスの性能っていうのはわかると思うんですけども、ちなみにこの端末は60フレームね、しっかりと貼り付いています。ちょっと光っちゃってるかな。60フレームしっかりと貼り付いていますので、やっぱり性能的にもね、まあ、非常にいい、快適に使える端末になっています。 それではですね、最大の魚3万匹にしてみました。さすがにですね、ファンが回り始めましたね。それまではファンは回ってなかったんですが、まあ回ってたとしてもすごく静かだったんですが、ここに来て結構勢いよく回り始めて、まあ一応音が聞こえるようになりましたね。でちなみに3万匹にするとフレームレートは45よりちょっと下ぐらいを、 まあ前後しているといった感じですね。まあ十分動画としては成立していると思いますけれども、まあさすがに負荷がかかるとやっぱりね、ファンが回り始めますね。それではね、騒音メーター当ててみましょうか。ミニ PC ではね、よくやっていますけど、ファンの音がするので、ちょっとやっていますねで。ちなみにこの部屋はね、だいたい36デシベルでだいたい無音に近いと思います。それでは喋るのやめますね。はい。 52とか3なんで明らかに音は聞こえると言っていいと思います。映像で撮れてますかね音黙ります。はい。ま、あこんな感じです。それではですね、ディスプレイの視野角見ていきたいと思います。えー、最初にも言いました通り、まあ、非光沢ですね。まあ、非光沢ディスプレイになってるんで、発色はですね、まあ、別に悪くはないですね。全然悪くないと思います。まあ、ただどうしても光沢ディスプレイに比べると少し、 まあ、抑えめといった感じはあるかもしれません。それでは視野角見ていきましょう。はい。全く問題ないですね。はい。はい。どうですか割と綺麗だと思いますね。ちょっと拡大してみましょうか。はい。こんな感じですね。非常に鮮明じゃないかなと思います。はい。まあ、やっぱりね、16対10じゃないのが個人的には残念かなという感じはしますね。 で、ディスプレイの解像度ね、まあ19 20、1920×1080 なんですけど、一応デフォルトの状態では 1536×864 という解像度で、まあ、セットされています。で、実際にフル HD にすると、この辺かなこれがネイティブ表示です。まあ、ちょっと字は小さい、アイコンも小さいといった感じですけど、まあ、使えなくはない。おそらく若い人だったら全然使えるかなという感じです。でもう一段階広く使えますね。 今80だからさらにこれを下げて、はい、ここまで。うーん、これだとかなり小さいけど、一応2 1 9 4る1 2 3 4という解像度ですね。まあ一応ここまで広く使うことはできます。まあでもやっぱり、まあ普通に使うならこのあたりかなと思いますね。やっぱデフォルトこれぐらいかな。 えっと、今ですね、スピーカーのテストやってみましたけれども、まあ、音はそんなに悪くないような気がしますね。まあ、ボリュームも結構大きくなりますし、まあ、この価格を考えれば十分かなと思います。で、いつもですね、あの、安いね、激安の android タブレットとか結構レビューしてるじゃないですか。で、あんまり音良くないんですね。で、そういうのを聞き慣れてるので、もしかしたら、そういうのよりは全然いいと思いますけど、もしかしたらそんなにパソコンの中ではいい、 とは言えないかもしれませんけど、ちょっとそういうね、格安の android タブレットとかに耳が慣れちゃってるんで、まあそういうのに比べたら全然いいと思いますね。で、この端末はですね、エイ u s スでよくある、なんとかヒンジですね。ちょっと忘れちゃいましたけど、あの、こうね、下げると、キーボードが少し上がってくるんですよね。わかりますここ若干上がってくるんですよ。少しですけどね、これは今、ついた。こうやって角度上げてくると、キーボードが、 こうね、斜めに上がってくるという感じのキーボードですね。まあ、これは asus でよく使っている構造なんですけども、で、さらに一応これ、まあもちろんさらにキーボードも上がってくるんですが、まあディスプレイ面も、まあ180度ね、フラットに開くということで、でやっぱりその視野角もね、悪くないんで、これだけ寝て横から見てますけど、しっかりとね、ここ見えてますんで、まああんまり今ないと思いますけどね、こうデスクにパタンとつけてですね、 周りでみんなで囲って資料を見るとかね。まあみんなに見せるとか。まあなかなかないシチュエーションだとは思いますが、そういった使い方も利用できますね。で、ウェブカメラね。これ当然 Chromebook なんでフル HD に対応しているんですけれども、プライバシーシャッターもついています。まあ最近当たり前についてきましたよね。やっぱりそのオンラインミーティングのまあ需要とかね。 やっぱり使うっていうことがすごく増えてるんじゃないかなと思いますね。まあ、Chromebook Plus の要件も、このカメラが入ってるっていうのはね、すごく特徴的だなっていうことで以前紹介したんですけど、まあ、それだけオンラインミーティングをする機会が、まあ、今の人は増えてるということじゃないかなと思います。そういう部分で、まあ、このね、プライバシーシャッターが付いてるっていうのは、まあ、いいとも言えるし、もう今となっては当たり前というところかなと思います。しっかりとこの端末は対応しています。 それではですね、カメラ見ていきたいと思います。で、Chromebook の一つの要件にフル HD 以上のカメラというものがあって、でさらに通常の Chromebook では使えないオプションの設定ですね、まあ、メニューがあるということで、これは以前に紹介をさせていただいてるんですけども、まあ、この端末も当然 Chromebook なんで、この設定の追加のメニューですね。まあ、これは明るさ補正と背景ぼかしとノイズキャンセルということになります。 まあ、それではね、これ以前にもやっていますが、一応ね、まあ、おさらいも含めてこの端末でやってみたいと思います。まず、明るさ補正っていうのは、基本的に顔とかですね、肌の色を明るくするといった感じです。で今、顔はすいません、隠してるんですが、例えば、えー、手のひらですね。だいたいこういう手のひらとかが明るくなりますんで、それではね、明るさ補正オンにしますね。はい、わかりますちょっとなんかライトが当たったような感じで、明るくなりますね。 まあこういった形でどうしても顔は暗くなりがちなんですけれども、まあ逆光等でもですね、その顔とか肌の色が明るくなる、綺麗になるということで、まあこれがクローンブックプラスとしてまあ追加されましたというところです。次はね、背景ぼかしですけれども、ここ寝室なんでね、最近娘が帰ってきて、娘の部屋を追い出されているので、部屋がないので寝室で撮ってるんですが、まあ生活感あふれるね。 こうベッドの上に布団とかあると思うんですけども、まあ、こういうの見えちゃいますよね。まあこれはちょっと恥ずかしいということで、とりあえず背景ぼかし、えー、手ですね、低い。はい。若干ぼけました。なんとなく部屋の雰囲気はわかりますといった感じです。それでは手、指の抜け方。まあ少しね、 ぴっちり抜けてるっていうわけじゃないんですけど、まあ、ただ合成する写真を作るわけでもないので、まあ、その辺はね、オンラインミーティング等で使うということであれば、この程度で十分かなと思います。ちゃんと指もそれなりには抜けてますよね。で、背景も、まあ、背景の、えー、少しね、素材を活かしながらぼかしているという感じで、雰囲気はなんとなくわかると思います。じゃあ次はフルですね。はい。まあ、フルにいると、ほぼもうどこにいるかわからないっていう感じですね。それでも若干この辺のね、 この辺の色は残っているし、逆にこうすると抜けた時に少しね、見えちゃったりもしますけども、まあでも割と正確に抜けてるんじゃないかなと思いますね。両手出してもちゃんと動かしても、まあそれなりには抜けてるかなと思いますんで、まあこんな感じでですね、そのアプリに依存しないで OS 側で対応していますので、まあどんなサービスをね、使ったとしても、OS 側でしっかりとこう背景ぼかしとか、 さっきのね、赤字さ補正ができるということで、これはね、非常に便利な機能じゃないかなと思いますんで、まあ、正直言いまして、クロームブックプラスだけではなくて、通常のクロームブックにも搭載してもらいたい機能ですね。で通常のクロームブックだから 720p ってことじゃないですか。フル HD 以上はプレクロームブックプラスになるので、720p だったらもっとこの処理に負担がかかんないんじゃないかなと思いますんで、 まあそういった部分で性能が低い端末にもこの機能は解放していただきたいなと思います。それではね、実際にこれはインカメラで動画を撮影しています。まずは明るさ補正の感じ見てもらいましょうか。まあ先ほどと一緒ですけどね。はい。手が明るくなりました。それではここからはノイズキャンセルを入れたいと思います。ノイズキャンセルにしました。 まあちょっと周りの雑音とかがないのであんまり変わらないかもしれませんが、まあ、逆に雑音がないので、その私の声自体の音質が落ちてないかっていうところを見てもらえればなというふうに思います。どうですかね少しこうロボットみたいな声になったりとかね、ちょっとこもったような声になったりするケースがノイズキャンセル入れるとあると思うんですが、まあ、その辺はどうでしょうかね。あとじゃあ背景ぼかしいきたいと思います。まずは手ですね。はい。弱めの背景ぼかしです。まあ、若干部屋の雰囲気わかるかなと思います。それではフル。 はい。こうなると、ま、あどこにいるかわからないぐらいボケますんで、まあ、これは非常に便利な機能ですね。あとは、マイクの音声の入り方、どうでしょうかね。今、ノイズキャンセルオンにした状態で、え、録音していますので、音声の入り方、どうでしょうか。それでは逆にここから、改めてノイズキャンセルにします。はい。ここからはね、ノイズキャンセルオフにしています。音声の入り方、どうでしょうか。ということで、今回はですね、まあ、現状、まだ日本では未発売の Chromebook 端末ですね。 紹介をさせていただきました。で、今回ね、新たに発表されたそのクローンブックプラスというね、ちゃんとプラス用に発売された端末の中で、おそらくこの端末が、まあ一番安い価格帯、実売が399ドルという価格のクローンブックプラス端末になりますけれども、まあ価格、 6万円ぐらいっていうことであれば、制度を考えればそんなに高くはないかなと思います。もちろんこれアメリカのアマゾンでの価格ということになりますので、まあ実際そこから送料とかね、まあ税金とかがあるんで、まあ6万円では買えないんですけども、まあそれでもね、まあ安いかなと思いますね。ただ当然海外サイトから買うリスクっていうのはありますので、 え、あんまりおすすめはしないし、ま、エイススなんで日本で発売される可能性も結構あるんじゃないかなと思いますんで、まあ、そういった部分でこの端末、価格次第のところありますけどね、まあ、同じような価格で日本で発売されるんであれば、結構おすすめできる端末かなと思います。もちろんですね、あのフリップ型でもないし、タッチにも対応してないので、まあ、その辺が許容できる方、基本的にクラムシェル型でいいよっていう方にとっては、割と面白い端末。かつですね、白いあのボディなんです。これ結構かっこいいし、 あんまりこうめちゃくちゃ高級感があるって感じじゃないんですけども、ちょっとなんか模様なんかも入っていたり、あとキーボードもグレーね、結構かっこいいので、そういう見た目のちょっと洒落た感じっていうところも含めて、えー、個人的には非常に気に入りましたね。で、前にもね、Chromebook Plus は本当に2倍早いのかみたいな感じで動画作ってね、紹介させてもらいましたけれども、やっぱり Chromebook p って基本的にやっぱ精度がある程度ね、高いし、そこは担保されているので、 快適ですね。だから、クローンブック好きな方は結構クローンブックプラスっていうものを少し意識して、まあそのクローンブック選びしてもいいかなと思います。まあ初めからクローンブックプラス買うとどうしてもね、合う合わない。使ってみたらこんなんじゃなかったっていうケースもやっぱクローンブックあるので、まあいきなりクローンブックっていうのはちょっとお勧めしないですけれども、まあ2代目、3代目とか、もうクローンブックを日々使っていてより高性能がね、高性能なクローンブックが欲しいという方にやっぱクロームブック、クローンブックプラスって まあ結構いいんじゃないかなと思います。まあその中でもですね、399ドルで買える、まあ一番安い Chromebook 端末ということで、まあこの端末もやっぱりね、日本で販売してくれて、まあ願わくば価格も同じぐらいにしてくれたら結構いいんじゃないかなと思います。はい、今回は以上です。